まあ例えば、もう、狭い、狭いじゃないですか。狭いという過程で、まあ、距離を落としても、とにかく、ヘアウェイっていうか、まあ、見えてるところに打ちたいとい言った場合は、もう、とにかく、ティーを極端に低くする。ということですね。極端に低くして、えまず、クラブを極端に短く持つ。で、ボールを、 若干、中央寄りに置いてでフェースをちょっと開くと低い綺麗な球が打てますこのまま打てばなので、えー、ただ単にこう低い球打とうとしてボール右を置くだけだとかぶって左のチーピンになってしまうのでボールを右に置いてフェースを開いといてここでこう低い球打つといくらでもこう低い球が打てるのでボールを右に置いといて低い球打とうとした時にこう低い球ってやるとフェースがかぶってこう。 ーンってこう左にこうチーピーみたいになるので、まあ、ボールをちょっと右に置いてフェースをちょっとだけ右に置いて分だけちょっと開いてそのままこう押さえて打ってあげるともう簡単にこう低い球が打てるので。